本社営業所株式会社島バスは、鹿児島県奄美市に本社を置くバス事業者である。旧社名は、道の島交通、奄美大島内を走る路線バスの運行を行うほか、貸切バス事業も行っている。1953年に、岩崎自動車商会として創業。社名は、初代社長、岩崎菊優のせいから付けられた。1980年に社名を、岩崎バスと改める。 廃止代替バス問題。編集2004年3月に、天見交通が、親会社の方針に沿って、島内の合計39系統を廃止すると国に届け出たのを受け、沿線自治体では、同年7月、天見交通の路線バス廃止後に代替バスを運行する方針を決め、運行は、岩崎バスに委託されることになった。ところが、直前になって、甘み交通が一部の路線について、 廃止を撤回したため、岩崎バスが受託した代替バスと甘み交通のうち、十数路線が競合するという事態に陥った。もともと利用者が少ないために廃止対象となった路線で2社が競合することになったため、路線収支は大変厳しいものとなり、特に競合路線はすべて赤字という状態になった。その後もしばらく競合が続いたが、自治体とバス事業者の協議が行われ、 2006年10月からは、路線再編成が行われ、競合状態は解消された。岩崎バス表記のバス停道の島交通へ、編集2004年12月に、道の島交通株式会社へ、社名変更が行われた。奄美群島が鹿児島と沖縄を結ぶ道との意味で、薩摩藩が名付け、江戸時代を通じて公的に使用していた名称で、 現在の、島民に愛着が持てる名称として採用された。これは、同じ奄美大島を走る奄美交通の親会社で、やはり経営者の性を冠した岩崎グループとの混同を避けるためともされている。同時に、地元経済団体からも役員を受け入れた。社名変更後、道の島交通では、バス利用促進のための施策を打ち出している。2007年から奄美交通と競合路線につき、 協議が持たれていたが、2008年3月に2008年5月を、目処に、天海交通側の事業を、道の島側が受け入れる形で統合することが合意に、達した。そして2008年6月18日に、国土交通省九州運輸局より、事業上との認可を受け、同年6月21日付で、天海交通より残る、各路線を完全上として一本化するとともに、 両社との競合部分の廃止と同時に車両を及び、天見交通の従業員の大半を受け入れた。島バスへ、社名変更。編集2014年4月6日付で、株式会社島バスへ、社名変更が行われた。同年4月21日に行われた、社長会見によって、天見市職員の有志が結成したバンド、島バスに乗っての歌詞が影響を与えたと公表された。 所有バス89台アマミエストラベルからの事業譲渡により貸し切り車両は10台増加。21日現在、職員106人となっている。2005年4月3日より、通学定期券で、急な絶市中心部の指定地域を自由に利用できる、通学定期フリーエリアを設定した。1ヶ月定期券の運賃が7200円以上となる区間が対象となる。 バス通学生の活動を支援すると同時に、なぜ市内の商店街活性化も視野に入れている。2005年10月1日からエコ定期券制度を導入した。これは、土休日と休本年末年始の時期に限り、定期券所持者と同行する家族の運賃を、すべての区間において大人100円とするものであるが、同社の施策では、地域通貨、天見エコマネーも、 利用可能となっている点が特徴。なぜ市街地路線図及び、本島全域の路線図を参照。路線網は、旧なぜ市の市街地を走る、市内線、なぜ市街と、助、人ひとし、天空港、秋き市、小こなど島内各地を結ぶ路線、その他の路線から成り立っている。なお、なぜ市街と、うけ村を直接結ぶ路線はなく、他路線との乗り換えとなる。 また山和村への路線は2019年4月に廃止され、以後は村が村内となぜ市街とを結ぶバスを運行している。伊須津車を中心に日野が少数導入されている。また2004年の廃止代替バス運行に際しては日産、シビリアンを導入している。ありがとうございます。